はい、本日は熊本保健科学大学の方にお邪魔させていただいてます。自己紹介をお願いしていいですか。はい、はい、こんにちは。私熊本保健科学大学で理学療法士としてですね勤務させていただいてます。山本と言います。よろしくお願いします。ありがとうございます。もともと理学療法士というのはどちらかというと運動のスペシャリストですね。ですから私の専門はいかに麻痺を早く回復させるかとか、あるいは運動器疾患で腰が痛いとか膝が痛い人に対していかに痛みを和らげて早く日常生活に復帰させるかというような仕事ですね。そういうのをやってます。ありがとうございます。食田さんですけども、元一緒にですねこちらの大学で働いてました。84歳そうですかね。もうだいぶ前に定年されたんですけども、はい、この4月にですね久しぶりにお会いしまして、お会いしたところ昔とかなり変わってまして、歩けなくなってた。そう、もう4月に歩き方を見てもう転びそうな状態だったんですね、はい、それでいろいろお話しして状況を確認して、やっぱり運動が必要だということで、今関わってきてます。で、まあ、その中で、まあ、こちらのガードナーのコルセットをですね装着してもらったところ、痛みが非常に楽になって運動しやすくなったということで、この半年間でだいぶ変わってきたんじゃないかなというふうに思います。ありがとうございます。お母さん、実際、ガードナーベルトを使う前っていうのはどういった、まあ、腰痛のお困りっていうのがあったんでしょうか。一番困ったのが、はい、農作業を少しやってたるもんですから、はい、ともかく腰の曲げる仕事をしたらもうその夜は痛くてたまらなかったんですね、うん、で山本先生にコルセットを紹介してもらってはめたところ、まあ、嘘みたいに良くなったもんですからですね、はい、本当ありがたく思っております。ね、ありがとうございます。まず腰の痛みが取れたというのが大きいですよね。そうです、それが一番大きいです。腰の痛みが取れたから運動がしやすくなった、はい、基本的にね。しかし運動する前に痛かったらこれ運動できませんから、はいはい、私たちとしては痛みのない状況を作っていかに運動してもらうかということですね、うん、で病院だったら毎日運動します。それ以外は食田さんがご自身でですね自宅で運動するしかないわけですね、はい、で痛みが取れたもんだから運動非常にできるようになってね、積極的に運動しましたから、こう曲がった姿勢からどん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 伸びてきて良くなったんじゃないかなというふうに思います。すごく姿勢が綺麗で、最初にお会いした時から本当に腰痛持ちなのかなってちょっと分かんなかったぐらい。ああそうです、はい、綺麗。最初はねこんな曲がってました。もう姿勢こんなね、こうやって最初歩く状態、それが、まあベルトで痛みを取ることで運動をすることでより改善していった。そうです、はい、ベルトをしてするだけで良くなるっていうことはまず逆に言うとないっていうことですよね。痛みは取れるかもしれませんけどね、うんうん、それを外したらやっぱり良くならないし、はいはい、人間の体は鍛えないことにはねどうしようもないですよね、はいはい、ただ鍛えるときに痛みがあったら当然できないから、はいはい、いかに痛みを取るかということが大事ですね、うん、なるほどですね。特に体幹は腰の部分っていうのはね、痛みがあったら起き上がるさえできません、はいはいはい、だからそれをしっかり固定することによってですね、うん、起き上がりも楽になるし、うん、その他の運動も楽になるということですよね、はいはいはい、さっき実際にストレッチというかトレーニングするところを拝見してたんですけど、結構きつそうなことしてましたよ ね、 こうね。そうですおかげでできるようになったんですよね、うん、最初の頃はできなかったんです、ね、全然ですね、少しか上がらなかったですね。ガードナー、ちょっと山本先生にお聞きしたいんですけど、よくこういったいわゆるコルセットっていうのはその人の筋力を弱めるから使わない方がいいっていう意見もやっぱりあるんですよ、うん、実際どう思われますか、ね、私の考えはですね、はい、例えば圧迫骨折しますよね、うん、骨折部が動かないようにコルセット体幹装具をするんですけども、今おっしゃったように長くつけてたら体幹弱くなるんじゃないかということですけども、はい、実際はつけてれば弱くなるけども、そこでやっぱり鍛えない限りは装具は外せないんですよね、うんうん、だから例えば食田さんぐらいの人だったら装具をつけた状態で痛みがない状態でしっかり運動すれば弱くなるってことはないわけです、うんうん、逆に強くなるわけです。実際に強くなってますもんね。めちゃくちゃ元気に歩かれてますね、はい、だけどこれを装具をつけない状態でですね、少し腰が弱い状態で運動したらどうか、痛みがあってですね、うん、運動ができなくなるわけです。うん、そうですね、そもそもしたくないです、したくない、うん、あそうですね、痛みがあったらしたくないわけです、うん、したくないです、うんうん、と
トレーニングするための道具っていうふうに捉えられる、ね、そういうふうに考えてもいいと思いますね、はいはい、ありがとうございます。自信持って皆さんに伝えることができるようになりました。そうですね、ありがとうございます。吉岡さんも素晴らしい体験レビューをいただいてありがとうございます。いえ、こちらこそありがとうございました。ありがとうございます。一生懸命やりますので。いや、素晴らしいです。次会う時はもう走り回ってるかもしれないです。そうです。やっぱり良くなってきたらね、だんだん使わなくなる傾向はあるけど、はいはい、やっぱりまずしっかりね鍛えることが大事ですね、うん、そうですね、はい、だけど食田さんの場合はもともとはね脊柱管狭窄症という診断がついて、もう絶対手術せんとダメって言われたんです、はい、そうです。だけどその前にこっちの心臓の手術を先にしたもんだから、もう徳田さんはもう腰の手術はもうしたくないということで、はい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 、それでもう何年も経って今に至ってたんですね。じゃあ今も手術しないで一応住んでるっていうことですか。そうです。今はだから運動してね、姿勢も良くなって、うん、いい姿勢になっている、日常生活がそれほど困ってないから、うん、手術はあえてしないですよね、はい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 、嬉しいです。こんな生の素晴らしい声を聞くことができて、うん、本当にありがとうございます。バリバリ元気でいてください。もう100歳まで、はい、100歳まで。気持ちは気持ちは気持ちは100歳、気持ちは100歳まで。ガードナー、ちなみにこれあのガードナーベルトなんですけど、今までいろんなアイテムを実際使われてきたんですよね。そうですね、はい、いろんなのがあります、コルセットはね、うん、おそらくインターネットで調べたらいっぱい出てくると思いますけども、うん、その人に合ったコルセットを使うのが一番いいですよね、はい、やっぱり固定感が全然違う、締めた時の安定感が違ってね、今これを私はあのおすすめしてるんですけども、やっぱり自分に合ったものね、しっかりしたものがやっぱりいいのかなというふうに思いますね、うん、でもこれは割とギュッと締めてるし、私の紹介で食田さんも2つ返事で買われた、病院で処方されてるコルセットつけてるけど結局その時だけ使ってね、使ってないって、うん、で運動しようと思うと腰が痛い、はい、その時にちょっとつけるとねシャキッとするから運動ができると、うん、そういうような経験をねたくさんやってますね今ね、はい、まあ、そういう意味で自分に合ったものをねつけられたらいいかなというふうには思います。でも大事なのはつけた後痛みをなくした状態で運動するということ、うん、腰を鍛えるということね、はい、それは大きいと思います。ありがとうございます。はい、高さは今ぐらいでいいんですかね。ご自分がいいと思うところがもう一番いいですよ、はい、うん、立った時と座ってる時はねちょっと変えてもいいと思う、うん、緩めてもね、座ったら圧迫されるんだったら少しね緩めたらいいし、僕は逆に座る時はお腹に巻いたりしてます。座った時にこう姿勢がまっすぐなるので、座った時はお腹が結構おすすめだったりします。全然感覚が違うので、もうこれは好き好きなので、ガードマン気をつけながらしっかり山本先生の元でバリバリ運動していきましょう。頑張ります。ありがとうございます。もう応援してます。ありがとうございます。こういうじゃあガードナーベルトのようなアイテムを使って痛みを取りながら、その上でトレーニングするのが大事というのが、はい、そうですね、ということでありがとうございました。もう素晴らしい意見でした。皆様の参考になれば幸いです。山本先生、食田さん、本当にありがとうございました。どうも、はい、お疲れ様でした。またねー。